じゃあさ、もうこれからさ、カナンって読めばいいのか、アルファルドって読めばいいのか分かんなくなっちゃうじゃん。しかもリーランド・パーマーはやっぱりリーランド・パーマーなのかな <laughs> ややこしくなってきたな。より有力な情報が得られることを期待したが、そこまで運は向いていないらしい。今ある手がかりだけでアルファルドと戦うしかない。うん考えがまとまったところで、ジャックは可能に声をかけた。 スクランブル交差点にはお前一人で行ってくれ。<laughs> このセリフはあれだね、選択肢次第で全然ニュアンスが変わってくるよね。<laughs> え、なんだよ急に。カノは驚いた顔をしている。理由は聞かないでくれ。とにかく行かねばならないところができた。もうなんかジャックさんだけ人生4週目ぐらいになっちゃってるわ。申し訳なかった。本来なら全てを話したいところだった。そうだね。 しかし、ここでおかしな動きをすると、アルファルドに感づかれる危険がある。万全を期するためには、仲間に対しても隠しておいた方がいい。<laughs> 言葉の重みがちげえわ。わかった。早く言ってくれ。あっさりと可能が了承した。なんかこう、アルファルドがさ、今までよりもさらに距離が近くなった感じがするよね。悪い意味で。すまん。できれば事情を話したいが。いいって。こっちは俺が何とかする。 今までカナンだと思ってた人がアルファルドだって思うともう、ね次喋った時に汗ダラダラになっちゃう <laughs>。で、カノンくんのこの笑顔。その笑顔は、やはりどこかフランクに似ている気がした。で、行くのか。はいはい。遠藤電気店を出るなり走りながら盾のに電話をした。これ読んだんじゃないのかな普通に会話をすればアルファルドに気づかれる。うんうんうん。 とっさにに思いついつたたイエス・ノーのサイクを使うことにしたお、展開変わったこちらの質問に対してイエスなら分かったノーならそうするで答えてもらうわあなんかこれハリウッド映画とかで見るやつだ詳しい事情を話している暇はないとりあえず研究所に向かうことだけは阻止したかったでもなんかそれでもバレそうだなカナン,カナンアルファルドに真実だけを短く話すと舘野の動揺が電話越しに伝わってきた。 怖いよね、横にいる人が。ねえ、とにかく、やつに気づかれないように戻ってくるんだ。そうする。ジャックの指示に反して、盾のは研究所に向かうという。うん。マリアを救うことが先決ということか。わかった。イエスという答えがきっぱりと返ってきた。仕方ない。私もそちらに向かっている。とにかく、やつを研究所には入れるな。 分かった。え、どうすんの舘のが立ち向かえる相手ではない気づかれたら一瞬にして殺されてしまうだろう気休めや激励の言葉など無意味だジャックは最後に舘のに告げたあーなるほど似たような選択肢だけど新しくなってるねじゃあここでも C を選んでおこうかとにかくマリアを守るんだそれがお前の役目だうんうわーなんか。 同じ文言なのに全然意味合い違ってくるな舘野は無言で電話を切ったあ,あ変わった変わったぞワゴンが横転してる政府が敷いた厳戒態勢の影響で道玄坂付近は軽い混乱状態となっていた厳戒態勢の切符はい現在の日本では大掛かりなバイオテロに対応するインフラや法整備が不十分であり 警察自衛隊、保健所などの各組織間を調整するのはもう簡単ではないだろう、実際に生物兵器が散布される事態になれば、現場が混乱するのは確実と思われる、うん、何が起きているかもわからないまま、不安げな表情で右往左往する人々、通行規制で動けなくなってしまった自動車やバイク、無理やりに突っ切ろうとしたのだろうか、縁石に乗り上げて横転している車もあった、うん。 もうすぐここで加納たちの作戦が始まるどんなやつが来るのかはわからないがそれなりの部下を配置してくるはずだリーランド・パーマ無事で会ってくれ絶対に死ぬなジャックはそう強く祈ってガード下をくぐり抜けたよく行けたねいつも思うけど路上駐車をしていた車のところまでやってきたジャックは車に乗り込むと急いで研究所に向かった うわあ、もう全然変わってくる。かっこいいな、ジャックさん。<laughs> 車の CM に使えそう。ジャックは車を運転しながら、さらにアルファルドの行動を推理した。アルファルドが研究所に向かっているのならば、スクランブル交差点にやってくる偽アルファルドの目的は何なのか。まあ、かく乱じゃないのあ、なった。タテノから連絡が入った。ジャックだ。電話に出てふと疑問に思った。 どうして自分に電話をしてくるのだ向こうにはアルファルドがいる。電話をかける余裕などあるとは思えない。どうしたタテ野が何も言わないのでジャックは聞き返した。しかし盾ノは何も答えない。おかしい。わざわざ電話をかけてきておいて何も言わないのはなぜだあれじゃん、オレオレ詐欺かかってくる前兆じゃん。 一滴の黒いインクが水面に落ちて広がるように、ジャックの胸の中で不安が徐々に大きくなっていく。おい、何かあったのかおい返事をしろうわぁ。電話が切れた。慌ててかけ直したがつながらない。何かとんでもない間違いを犯してしまったような気がした。アルファルドと互角に張り合えていると思ったのはおごりに過ぎなかったか。こうなるとスクランブル交差点の方も気がかりだ。 交渉を仕切っている可能にコールするのは危険だと判断し、ジャックはアッチに電話をかけた。ここでアッチで出てくるんだ。番号交換しといてよかったね。うん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 。まだ飛べないんだね。ジャックか。どうしたんだアッチだ。え、ちょっと待って。え、じゃあごめんごめんごめん。あの、途中で区切ってごめんね。 じゃあさ、先に立野さん読もうよ先に立野さんの方を見てさこう同じ時間で見ていこうよちょっとごめんねやり方変えてえっ、ー、とじゃあ18時25分キープアウトのとこかなうんはい立野さんがワゴンを頑張って運転していますこっからだよなどうした これからする質問にイエスならわかったノーならそうするで答えろ一瞬言っている意味がわからなかったがジャックの口調から直感的に緊急事態を悟った <laughs> 怖えアルファルド怖えわかったジャックの言葉に立てのは素直に従った今そばにカナンがいるかカナンは後部座席にいるので答えはイエスだわかった <laughs> ねえ怖い <laughs> なんかさもうここだけホラーだよねそのカナンは偽物だ携帯を握っている手が震えたいや私だったらもうこれ携帯落としちゃうわそいつこそがアルファルノだ思わず声を発しそうになったいやそうだよねええー、って言っちゃうよね多分詳しい事情を説明している暇はないが動かしようのない証拠を抑えているとにかくすぐに戻れ そうは言われても、にわかには信じられなかった。盾ノはバックミラーでカナンの姿を確認した。カナンはマリアの体をしっかりと支えている <laughs> な。なんか顔が近くてちょっとドキッとしちゃった今。この行動も嘘だというのか。だとしたら、何のための嘘なのだ理由は一つしかなかった。カナンがアルファルドならば、その目的はただ一つ。 マリアを救うふりをして研究所に入り、抗ウイルス剤を手に入れるということだ。っていうか、爆破したんだね。しかし待てよ。カナンはマリアの友人のはずだ。そのことは瞳の発言が証明している。カナンは姉さんの友達なんです。友人の顔をマリアが間違えることはないだろう。マリアと出会う可能性があるのに、カナンになりすますのは無理がある。 そこまで考えて、タテノはある事実に気づいた。サウスヒルの屋上に彼女が現れたとき、タテノは気を失う直前、マリアが脇目も振らずに階段を駆け下りていくのを見た。うんそうだよね。遠藤電気店の作業室に彼女が現れたとき、マリアは倒れて意識を失っていた。そう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 なんだよ。 全身から血の毛が引くような感じがした。後ろにいる少女とマリアは顔を合わせていない。ならば瞳は瞳とカナンは顔見知りではないのか盾野は瞳の言葉をもう一度よく思い出してみた。カナンは姉さんの友達なんです。私は今日初めて会いました。今日初めて会ったということは、瞳は本当のカナンの顔を知らなかったのかもしれない。そう考えれば辻褄が会う。 ジャックが妙な返答方法を持ちかけてきたのも、この少女に気づかれないために違いない。恐ろしい女。小悪魔じゃん。<laughs> おい、タテノ聞こえているのかジャックの必死な声が耳に届いた。とにかく、奴に気づかれないように戻ってくるんだ。カナンがアルファルドだとしても、研究所に向かうのをやめるわけにはいかない。タテノは返答方法を、もう一度頭の中で確認した。 イエスなら分かったでノーならそうするだそうするマリアを救うことが先決ということか分かったきっぱりと答えた仕方ない私もそちらに向かっているとにかくやつを研究所には入れるな分かった舘野は電話を切った誰からだ後部座席からカナンの声が聞こえた <laughs> ここ前はジャックかだったよね確か。 思わず心臓をわしづかみにされたようだったさっきの久世という刑事からだこちらのことを心配していた舘野は平静を装ったそうかでもなんか縦野さんって結構表情に出そうなイメージあるわカナンは興味なさそうにつぶやいた悟られていないと思いたかった死神に背後を取られたようで舘野は生きた心地がしなかったいやー <laughs> まあ、バレないように帰ってもバレそうだからなようやくワゴンは大越製薬に到着したうん見るからに強固なゲートの前で舘野は車から降りるゲートの脇には警備員室に通じるインターホンがあったうん研究所は封鎖状態になっているが大沢さんが来てくれました はい、ゲートが開きました。あ妻にティップが追加されてる。愛さんだよね。はい、大沢が家を出た後、愛にも心境の変化があった。何もかも失ってしまうのなら、せめてマリアの命だけは救ってやりたくなった。マジか。改心したんだ。自分の娘と実感したことはなかったが、それでも一緒に生活しているうちに家族としての情は芽生えていた。 でもどううなんだろう離婚しちゃうのかなこのままで入るのかなこのままうんここが変わりましたねカナンがアルファルドなら当然研究所の中に入れるわけにはいかないしかしロックを解除しなければマリアに抗ウ,ウイルス剤を投与できない そこだよな。どうするとりあえずは何も気づかないふりをして、カナンにパスワードの解析をさせるべきか。やっぱ、パスワード解析させて、もうそのままそこで気絶させるとかしか、ない気がするな。できるかわからんけど。はい、選択肢。A、カナンを研究所に入れるしかない。B、ジャックが到着するまでは、動けない。えあ、でもジャックさん来てくれるから、待った方がいいんじゃない じゃあ B を選びます。盾野はそう決断した。どうしたんですかうわ、怖い。立ち止まる盾野とカナンに大沢が気厳そうに尋ねた。私たちはここで待っています。盾野がそう言うと大沢は驚いた。いや、しかし、カナンさんがパスワードの解析をしてくれるのでは。少し事情が変わりまして、研究所内で待機していてください。そうですか。 マリアの発祥までもうそんなに時間がありません。中で待っていますのでよろしくお願いします。大沢さんももう気が気じゃないよなこれ。抱えたマリアの様子を気にしながら大沢はゲートの向こう側へと消えていった。どうやってごまかすんよ。何のまでだおこじゃーんふ野 <laughs> はカナンの背中に銃口を突きつけていた。 あよかったこれカナンの手かと思った舘野さんが銃口を突きつけてんのねお前がアルファルドだったのか言っている意味がわからない白らを切っても無駄だジャックが証拠を見つけたうわ言葉が終わらないうちにカナンが目の前から消えたうわすげえ 西部劇みたいだな。目にも止まらぬ側転の連続で、あっという間に縦野の銃口から逃れた。<laughs> 側転での逃れたの。<laughs> かっこいいな。カナンは体勢を整えると同時に銃を抜いていた。縦野とカナンは銃口を向け合って睨み合う。<laughs> カウボーイか。カナンはかかってきた電話に出ようとした。動くな 大声で威圧した。作戦を忘れたのか今のは瞳からの電話かもしれないぞ。いいから動くなすごいな、これで二人とも通じない理由ができたな。カナンの正体がアルファルドだとしたら、その作戦というのも眉唾物だ。盾のは銃口をピタリと向けたまま動かない。カナンは小さなため息をついた。 ジャックが嘘をついているとは思わないのか。その可能性もあるかもしれん。しかし、最悪の状況は回避したくてね。あ、でもなんか、ええー、でも、え、でもさ、ジャック編があって頭の中であんなこといろいろ考えておきながらアルファルドってことあるそのパターンあったらめちゃくちゃ怖いな。私を研究所に入れなければ、誰がパスワードを解析するんだ。あんたの替え玉。 偽物のアルファルドから、俺の同僚が聞き出してくれる。電話が鳴り止んでしまうと、カナンは小さなため息をついた。でもな、今んとこ、ジャックさんの言う通り、カナンがアルファルドっていう場合の方が、なんか辻褄が合う気がするなそれでジャックはあ、なるほど。これでジャックさん戻ってこれるのかこちらに向かっているのかさあな。 タテノがそっけなく答えると、カナンは完全に銃口を下げてしまった。不気味なほどに余裕のある態度だった。へえ、カナンは携帯電話を開いた。どこにかけるつもりだタテノは銃口をカナンの頭に合わせた。瞳と話をして、私への疑いを晴らす。お互いにこんなことしている暇はないはずだ。そうだろう。えー、何の話すんの カナンは携帯電話を持ったまま、返答を待つような目で盾ノを見つめた。盾ノは言った。え選択肢。A、瞳がどう言おうが、俺は自分の判断を信じる。B、やめろ。こんな無駄なことをしている暇こそない。A を選んでみるか。俺は自分の判断を信じる。お前の判断か。それはいつも正しいのか。<laughs> その言葉は刺さるんじゃない、盾野さんには。カナンは番号を押し始めた。瞳が出るまでの間も、カナンは縦野から目をそらさない。出ないな。カナンは一度電話を切り、もう一度かけ直した。私だ。今度は通じたようだ。刑事に疑われている。私をカナンではなく、アルファルドだと思っているようだ。 それだけ言ってしばらくすると、カナンがタテノに携帯電話を差し出した。ヒトは間違いなく私がカナンだと言っているが。まあでもな、ひとみちゃんに聞いたって仕方ないからな。タテノはそれを受け取らず、近づくカナンを拳銃で制した。茶番だ。ヒトの言葉に意味はない。彼女にしてみればお前はカナンかもしれないが、俺にとってはそうじゃない。そもそもカナンという人間が本当に存在しているかどうかもわからない。 お前はカナンであり、アルファルドだ。もうマイナンバーカード見せてもらうしかないだろう。タテノはきっぱりと言い切った。カナンは小さく首を振ると、携帯電話をポケットにしまった。お前がアルファルドなら、パスワードを解析する必要なんかないわけだ。田中からパスワードを聞いているはずだからな。うん。あれあ、そっか。 つまり研究所内に入った時点でお前は抗ウイルス剤を入手できることになる。じゃあさ別ルートで解析したのってさあれも茶番だったのかな解析してるふりをしてたのかな縦野の言葉にカナンは動揺一つ見せない。そうなると邪魔になるのは大沢瞳の体内にある抗ウイルス剤だ。抗ウイルス剤を入手することと独占することではまるで意味が違う。お前は瞳を始末したい。 それでスクランブル交差点に呼び出した。違うか。いや、やっぱりひとみちゃんからもう抜いてるんじゃないのかな。実はもうひとみちゃんから DDS 抜いてるから、まあ、パーマンさん、パ、パー、パーマンさんパーマーは、別にひとみちゃんのこと殺さないで逃げたんじゃないのだとしたらひとみをどう始末するその身代わりのアルファルドに頼んだとでも言うのかそうだ。確信はなかった。しかし、他に方法があるとは思えない。 お前はアルファルドという人間を分かっていない。カナンはタテノの返事を一生に付した。ふはは、少子。計画全体の輪郭をぼかすために、奴の行動には偶然性が盛り込まれている。しかし、だからこそ、計画の核となる部分は自分で実行する。第三者に委ねたりはしない。それはカナンとしての言葉のようでもあり、アルファルドとしての言葉のようでもあった。そうだね。 自分がアルファルドだから爆破しに来ましたみたいな。とにかく、瞳が危険であることを可能に伝えなければならない。盾野は拳銃を構えたまま携帯電話を取り出した。うん、だから瞳ちゃんたちもまとめて一気に爆発させるつもりなんだよね。3度の呼び出し音で出なかったので仕方なく電話を切った。向こうは向こうで取り込み中だ。 電話に出られないのも無理はない。カノーたちが何とかしてくれることを今は祈るしかなかった。絶対にお前を中には入れない。<laughs> カナンが笑ってる <laughs>。怖い。縦野がそう言うとカナンは薄く笑った。この表情すごいね。ゆっくり回転してるけど。ならば私はお前を始末しなくてはならない。 相変わらず銃口は下げたままなのに、妙な威圧感がある。むしろ、銃口を突きつけている盾野の方が、カナンの雰囲気に毛をされつつあった。いや、もうこれ犯人の笑い方でしょ <laughs>。似た<ー>。俺を始末。銃も構えないで何を言っている。弱気になっているのを悟られないように盾のは言った。銃を構える必要などない。カナンはあっさりと言った。 <laughs> 爆破するから <laughs> なぜお前は私を撃てないからだ。撃てないドキドキしちゃうね。どういう意味だカナンは盾のを鋭い瞳で見つめた。視線で射抜かれたような気がした。不気味な笑みを浮かべて、カナンが盾のに一歩近づく。動くな。盾野は言った。 ああ、怖い。<laughs> 縦野さんもう死にそう。A、妙な動きをしたら容赦はしない。B、むやみに引き金を引きたくない。このカナンはどういう意味でそれ言ってんだろう確定してない状況では打てないっていうのを見抜いてるってことなのかなちょっと素直になってみるか。B を選びます。むやみに引き金を引きたくない。本音をね、引きたくないのではなく引けないのだろうカナンがさらに一歩近づく。 ええ、やば。お前は友人の妻を死なせてしまったというトラウマを抱えている。ええ、それって、知ってんの全部知ってんじゃん。じゃあどうして、そのこと、激しく動揺したために、重厚が小刻みにブレる <laughs>。予想以上にブレてる <laughs>。カチャ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 。 脱居ビルでお前と若い刑事が話していたのを聞いたあー確かにあの現場にカナンはいたそういうことか試してみろカナンは自分の心臓を指さした私をアルファルドと思うならここを打ち抜けなっいや笑いすぎだしカナンの口角がわずかに上がったしかしお前にはできやしない断言されるとさらに拳銃を持つ手が震えた もうずっと震えてんじゃん舘のさん引き金を引くのが恐ろしいカナは呪文をつぶやくように語りかけてくるえー、なんかもう催眠みたいだね人に銃口を向けるのも本当は剣をしているそりゃそうさあほら舘のさんめっちゃ顔に出るタイプじゃん舘のは激しく首を左右に振りカナンの言葉を頭の中から追い払った <laughs> やばいこのシーン面白いなんか <laughs> 左右に振るってそういう振り方ね。<laughs> ごめんほんとごめん <laughs> ごめんなんか面白いこれ <laughs> ごめんねちょっと変なつぼり方しちゃった <laughs> とにかくマリアを守るんだそれがお前の役目だお今のでかでかだましいメモですねジャックはそう言ったあジャックかそうだ迷うな何も考えるなわあ プルップル。こいつはアルファルドだ。非常なテロリストだ。自分を信じてただ引き金を引くんだ。引け引いたゾッとする音だった。胃液が喉を逆流してきて、盾ノはその場におうとした。かわいそう。なんかちょっと病院に行った方がいいレベルのトラウマだよね、それ。引き金を引く感触も、撃った後の反動も、あの時と全く同じだった。 もう二度と撃ちたくないと思った。いや、もうこれ以上、銃を撃つことはできないだろう。いや、できないよ。何を狙ったんだ。目の前で声がした。当たってない。うわー怖いよー。一番笑ってるね。顔を上げると、すぐそこにカナンが立っていた。めっちゃ笑ってる。ドクドクと心臓が早金を打った。 でもさ、やっぱさ、本当にカナンだったらさ、タテ野さんのこと始末する必要はないよね。アルファルドなんじゃないのやっぱり。確定で。もう終わりだ。そう覚悟をしても、体は懸命に命の躍動を続けようとしている。ここの音楽すごいね。なんか、血管の音みたいなんする。わっそう。乾いた銃声とともに、その音も止んだ。えー、死んじゃった 死んでしまったかナンバー85最後の射撃ええ本当にバッドエンドだじゃあどちらにせよ19時でジャックさんへのジャンプも出てくるからまたジャックさんの続きを読みましょうか路上駐車をしていた車のところまでやってきたジャックは車に乗り込むと急いで研究所へ向かった ああキープアウトかなんだいじゃあジャンプするわジャンプ